越えてます。下り線の渋滞は午後から少しずつ解消に向かうと思います。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路の下り線は今朝から各地で渋滞していて、午前9時半現在の渋滞は東名高速道路の下り線が神奈川県小手原バス停付近で39キロ、中央自動車道の下り線は神奈川県の藤野パーキングエリア付近で37キロ、九州自動車道の下り線は福岡県の小金井インターチェンジ付近で25キロなどとなっています。高速道路料金は ETC の搭載者を対象に土日祝日に限って原則1000円を上限にする割引がこの連休中も適用され、高速道路各社によりますと去年の連休並みの混雑が予想されています。下り線の渋滞は午後から少しずつ解消に向かう見通しです。高速道路は明日まで下り線の混雑が続き、一部の道路では明日の午前から上り線の混雑も始まる見通しです。足利事件の裁判で DNA 鑑定を有罪の有力な根拠としたことが誤った判決の一因になったことなどを受けて、最高裁判所は DNA 鑑定などが不可欠な証拠を裁判所などに申し立てられました。政府の閣僚など18人が死亡しています。
これラーメン、あ、うん、そうですね、そうですね、ラーメン、そうめんとかね、そうです、あ、詳しい、すごい、昨日ちょうど番組で食べたばかりなんですよ、そうめんね、詳しいね。で、エリーさんは、はい、その味噌煮込みうどんも、はい、白菜が好きで、白菜が大好きなんですよ。ほうほうほう、もうなんか、うん、なんだろう、シャキシャキ感とかが大好きで、はい、味噌煮込みうどんがあるのに、うん、白いご飯を頼んで、はい、白菜とご飯で食べます。そうですね、はい、
はい、リリーさんお願いします。うん、はい、そうです。はい、皆さん、はい、本当に、うん、あのこのツアーもこの9人では最後で、うん、絶対皆さん。します。でも今もちょっと軽くお話ししていたんですが、本当に時間がかかってて、じゃあもうハロコロ元気されないですか、おばちゃんに。ないないない、ハロ元気でお願いします。元気するするする。
ビスソース楽しみなんですよね。もうすぐだよ。もう笑顔で言ってるから僕はるちゃん。いやもうまんま、もう今のまんまこのまま突き進んでほしいなって思います。さすがにこう今のメンバーに音八自身すごく愛着があるので、やっぱりあのね、頑張れって応援したい気持ちはもちろんのことを、カルチャー卒業するっていう、はい、そこだけに関してやっぱりね、寂しい気持ちっていうのは、うん、